搬送図保舟としてのカッターは最も小型のものである。手こぎカッターにも搬送する場合があるが、それとは異なり、保舟としてのカッターは選出などを有する。一本マストの搬送としては、伝統的なスループ搬送があるが、その場合、マストは搬送の前半約70%の位置にある。それに対し、カッターの場合はそれよりも後ろ。 おおよそ50%ないし70%の位置にあり、場合によっては中央より後ろにある場合もある。手漕ぎのカッターは18世紀に軍艦に搭載され、始めたもので、漕ぎ手はベンチに2列に並んで座りそれぞれ1本のオールをこぐ。同じく軍艦に搭載される、朝廷に比べて幅広でずんぐりした形をしている。日本語では、探廷という。このタイプの、 カッターの起源は、イギリスの税関が、密輸取り締まりのために配備した、小型ながら、一応の概要公開のできる小舟をそう呼んだことに、始まる。アメリカの沿岸警備隊が、その装備する警備官をカッターと称するのも、この理由による。沿岸警備隊の前身組織が、レベニューカッターサービスであり、沿岸警備隊の艦艇名としてのカッターは、 沿岸警備隊創設当初の1915年から用いている。また、アメリカ海軍協会では、アメリカ沿岸警備隊の艦船のほか海上保安庁の巡視船の英訳としても、カッターという単語を当てている。アメリカ沿岸警備隊のカッターハミルトン級、アメリカ沿岸警備隊のカッターは、公式には配属された乗組員と、 その居住設備を持つすべての警備官を指す。寛用的に、長さ65フィート以上の警備官を指して用いている。カッターのうち全長180フィートを超える大型の、ものは、方面体の管理下にあり、それ未満の小型のカッターは、管区体の指揮を受ける。ABU ートシーグ、FAQ h o ッ t IS A カッター。2011年8月7日閲覧。 エリック・アートハイム・ザ・ネーバル・インスティチュート・ガイド・ツー・コンバット・フリーツ・オブ・ザ・ワールド・16スエディション・ネーバル・インスティチュート・プレス・ピアニッシモ・383から388・ ISBN 978から15億9114万9545・ユート・シーグ・レギュレーションズ・ P107 ・2011年8月7日閲覧・ユート・シーグ・エアクラフト・ボーツ アンドカッターズ。2011年8月7日閲覧。ありがとうございます。